県北海市とは、北海国施設の訪日を受けて、日本が北海に派遣した施設であり、728年から811年までの間に14回の施設が記録に残っている。クラスキのキャッスル北海市の出発地、塩州城、俗日本記によると、720年、渡島津軽市津職願男ら6人を、風俗視察のため末活国に派遣したとある。 この末活国については、津田総吉をはじめ水本博則、熊田良介、石井正都氏などが、北海道北部の宿進を指すとしているが、鳥山喜一、坂寄正氏、森田康氏、関口明などが、牧会のことであるとしており、定説はない。誤説によると、720年の剣士が契機となり、牧会の県日本史が実現したことになるが、反論もある。 698年に皇王により建国された、牧海であるが、武王の時代になると、唐や白木と外交的に対立するようになり、これらの勢力を牽制する目的で、日本への剣士が計画された。渤海側の施設団は、現在のロシア沿海地方、ポシェト湾近くにある、クラスキの土壌から日本に向かったとされる。渤海国からの施設1個は、 聖武天皇の神器四年秋に、出はに到着し、翌年の神器五年正月に入港して、国書を献じた。党との関係が困難なことが伺え、また日本側も墨海が、天皇の特化により来朝したと捉え、墨海の前身であるとされた、航空の復興と理解し、施設を航遇し、翌728年早々に、使い墨海氏を派遣している。一般的には、 第一回の剣牧会師はこの時の剣士を指す。白木との関係が特に緊張していた期間には、ほぼ毎年死者が往来し、759年には、江見押勝が、牧会の要請によるとも言われるが、軍船394隻、兵士4万700人を動員する、本格的な白木遠征計画を立てた。この遠征は、後の後見上皇と押勝との不和や、 牧海側の事情の変化等により中止されたが、文王が党との融和を図る時代になると、軍事的な意味合いは薄れ、もっぱら文化交流と、経済活動を中心とした施設へとその性格を変化させていった。聖武天皇この交流は超高貿易の形態を取ったため、日本側には牧海からの虎の川等の蜜ぎ物に対して、 数倍の開始で答える義務が生じ、牧海側に多大な利益をもたらした一方、日本側の財政を圧迫した。そのため、施設共和と開始のための経費が無視できない規模になった後は、施設来庁に制限を加え、日本側からの剣士は中断した。しかし牧海側からの剣士は、牧海滅亡まで継続した。演技式大倉正式によると、 剣牧会氏の一行は、大誌、方願、六字、薬語、出身、医師、恩苗誌、文雄、船氏、伊手、浦部、雑氏、船港、氏、人、京子図へ、水種から構成される。十三解説では、第四回を除き、十五解説では七百八十七年を、含む。誌という役所名は、資料では、渡島、津軽誌が唯一であるが、最近、 石川県金沢市のうね殿地中遺跡から、辻と書いた、牧書土器が発見されている。この役所は、軍が付属施設であったらしい。当時、日本海側にあった感道には、こうした、公的役所が置かれていたと推定できる。小口正史、古代エゾの時代、長谷川誠一、村越清義小口正史、斉藤敏夫。 小はのぶたけ、青森県の歴史2002年3月55から56ページ、関口明1995、石井正千九1999、田村光一2013、高来退散の子。ありがとうございます。